だがそれを加味しても奴はまだ俺たちに借りがあるのは確かだ。今頃モンドはブリーズブリュー祭を迎えているだろう。略してブリブリ祭。残念だが今年もお前たちと祭りを楽しむことができそうにない。略してブリブリ祭りじゃんこれ。ブリブリ祭りマジか。ついでに俺たちの分も飲んでおいてくれ。数日後にブリュー祭が開催される。このタイミングで衛星隊から無事を知らせる便りが届いたのは幸運なことだろう。ブリュー、ブリューね、うん、彼らはモンドに戻り、ブリューね、共に祭りを楽しむ。よし、じゃあ舞踏会で申し込みに行こう。まあやって邪魔やなあ。おい、次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。カセンです。あなたが？嘘でしょ。本当に噂の？え、あの人神の目を持ってなかったの？一応あのツイッチで配信の方を参加するなんてもらってます。はい、YouTube にも動画上げてて、はい、一応ツイッチで配信とかやってるっすね。はい、はい、その確認ですが、あなたはリーユエコーのために魔人を退けた旅人さんですよね？おいし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 。魔人もファデュイもあなたの敵ではないようですが。まあ一応そうなりますね。はい、まあ一応もう7万ぐらい入れてるんでこのゲーム。でも、はい、本当に神の目は持ってないぞ。魔人だかファデュイだか知らないですけど、なんなら持ち物検査をしてみてもいいぜ。ありがとうございます、ありがとうございます。アモスで一撃です。すみません、失礼しました。大英雄様が嘘をつくことはないと信じています。ではあなたの持つ実績を述べていただけますか？一応2021年ストリーマーアワード急上昇賞っていう形式的なものです。いただいてます。述べていただけると私も登録するのに便利ですので。一応やっぱストリーマーとしては結構認められてるかなって、ちょっと分かりやすい実績かな。魔人オセルを討伐したことは知っています。まあ、一応1年前には。他にはありますか？一応1年前にはゼータディビジョンってとこ入ってて、うん、いろいろやらせてもらってます。同説ですか？今ちょっと1万2000人ぐらいですかね。風魔竜トワリンとも戦ったことがあるぞ。返します。な、拙者から一つ助言を授けよう。は？助言？共に静かな場所に来てくれぬか？こいつらさ、ちょっとやりすぎじゃない？まだ話してなかったと思うが、これ実は稲妻にいた頃、拙者は浪人であった。ブロ？ブロ？カズハ。おお。お前もかよ。それは服装を見て分かってたけど。いや、拙者もな。話してる感じは刀を使うような人には見えないよな。拙者も大阪にいた頃は浪人でござった。気が合うでござるな、カズハ殿。拙者も昔は。学問を得れば本を知り、武道を得れば刀を知る、長い道のりの中で芸を一つ増やすのは悪いことではないであろう。わかる、わかるでござるよ、和葉殿。拙者も武芸に優れているとは決して言えぬが、大陸中のさまざまな達人を見てきたでござる。お主の相手が得意とする技術についても少々お主の才覚であれば、拙者からの少しの助言でその技を打破する術を思いつくであろう。ござるよ、うん、おいお